8時になりました。皆さんこんばんは。話か2人でさ、何話す？ボリューム48だってよ。あら、2021年最後の、おしゃべりでございます。はい、お相手は柳家三之助と、林家ボタンでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。いや、先週はボタンさんのうちから、なんていうの、生中継っていうかね、はいそうですね。なぜか、クラブハウスの方があんまりうまくいかなくて。そう。皆さんにはご迷惑をおかけしましたね。なんか電話くれた人がいてさ。はいはいはい。やってる最中。うん。うん。止まってるよって言うんでね。うん、うん。慌てて対処しましたが、何度かちょっと止まったりして、うん、あれはあれだね。ボタンさんの方の、うん、なんだ。あれだ。iPhone をずっと入ったままにしとくのが良かったね。うん。入ったままにしといて、ミュートしといて、そうすれば部屋がなくならないんだよね。うん。俺一人しかいないとさ、なんかあるとなくなっちゃうんだよ。確かに確かに。うん。そういうこともちょっと勉強になった前回でございましたが。そうですね。いやー、最後だからね、どうしようかね。この一週間の話をまずしなくちゃいけないと思うんですが。ちょっと喉が渇いた。喉が渇いたんで乾杯したいんですけど。あ、そうだね。そうだ、忘れてた。はい。じゃあ、乾杯しよう。そういうのみんな忘れちゃうんだよ。もうね。はい。はい、皆さん、ね。愛さんはもう飲み始めてたんでしょ、すでに。そうです、そうです。ね、だから忘れて、今日夕飯食べながらちょっと焼酎謎を飲んでね。そうそう。でもね、1時間ぐらいは今飲まないでね、はい、違うことしてたんですよ。YouTube ライブの準備したりとか。そう、そういうことです。はいはい。今日の乾杯は、ボタンさんは、軽井沢生ビール。そうです。これはお中、お掃除テーブでいただいた。はい。冬気候、白ビール。はい。もらいビールですよ、今日も。もらビーですね。もらビール。これなんかグラスが、まち、なんですか、この白いんですか、これグラス。これそう、ゼウスって書いてある。これ私が好きなバンドのギタリストがソロ名義で出した、うん、アルバムの、タイトル。うんこれ白いんだよね、グラスが。白いです。で、これをさらに。煙が充満されてるわけじゃないんだよね、これ。さらに冷凍庫で冷やして。ああ、なるほどね。はい。本気で飲もうっていうやつだ、じゃあ。そうです。グラスを冷やしてる人はね、本気だよ。うん。私はね、缶をプシュッつってそのまま行こうっていうふうにやってるの。みかんのなんか飲み物ですけどね。そう、私はセイコーマート特製の。だってさ、うん、これさ、酒じゃないんだよ、これ酒なんだけど。ほうほうほう。もうだって果汁 100% なんだよ。これおかしいよね。果汁 100% の中に、お酒が、うん、これ何パーセントなんだっけ ?4%。ってことは 104% になっちゃうよね、これ。どういう意味なの嘘。果汁100って厳密には言えないよね、これね。言えないですよね。この中には 4% のアルコールが入ってるということはですよ。はい。96% でしょう、果汁は。はい。ねえ。そうですね。でもね、横に書いてあるの。はい、濃縮果汁を水で還元した状態でも、水とアルコールで還元した状態でも、果汁 100% としています。だって。あ、そうか。濃縮果汁を還元してるから、最終的にはアルコールを混ぜてるから 100% になってんのか。果汁で。あれ？よくわかんないな。飲んでいいですかそろそろ。ごめん。飲みたいのそんなに。そんなに飲みたいのどうしたの今日はボタンが。なんかあったの部屋がね。じゃあ部屋が暑いんですよ。あ、そうなのなんかあれだね。なんか立ち飲み屋での前で立ち話してて怒ってる人みたいな感じだけど、大丈夫そんな飲みましょう。はいはい。はい。皆さん、今年最後の乾杯ですよ。はい。それでは皆さん、ボタンさん以外は落ち着いて乾杯しましょう。乾杯はい。なんで部屋が暑いの？ちょっと暖房入れすぎたんです。ああ、そうなんだ。それで今ちょっと。まあ今ね、難しいからね。そうなんですよ。加減がね。止めるとまた寒くなったりとかね、してね、ちょうどいい、なんか、湿度にね、湿度とか、室温に保てないんですよね。初めての方にはご案内しますが、これはですね、ツイッターの公式アカウントが
あの、上の画面に書いてありますが、はい、そこにいろいろシャープ3ボタンで投稿していただいたリスナーの方の写真とか、投稿とか、そういうものを見ながらおしゃべりしてますんで、よかったらそちらもご覧いただきましょうかね。はい。お、皆さん。今日は、三森さんが、一番搾り。うん。いいっすな。定番、うん。うちも今一番搾りがいっぱい冷蔵庫入ってるんですけどね。うん、この間いただいたモラビーがね。モラビーがね。モラビーがね、はい、またくれんなと届きますな。ありがたいことにね。うん、あら、帰省してる人もいますよ。うん、帰省して、帰省先からの、うん、あの、ね、移動中だと。実家ビーですか。あ、うん、移動中ね。移動中の人ね、いらっしゃる。うん、実家帰るよね、うん、この時期はね。うん、うん。うんそれから、キョチャさんは、一番搾り、取れたてホップ。はい、みんな、なんかあれだね、ビールはキリン勢が優勢ですな。お、本当ですね、うん、いいですね。うん、ね、うん。ボタンさんは何、実家に帰んないの？まあ、あんまり、正月で実家に帰る話かって聞いたことないけど。毎日電話してるのに。そうだよね。毎日帰省してるようなもんだからな、ボタンさんはな。で今日はね、もうさらに、めいっ子2人と姉が泊まりに、うん、数日前から泊まりに来てて、もう、それはそれは、かしましいこと、かしましいことですよ。ああ、じゃあ、暮れらしい実家、うん、いわゆる人が大勢集まってきて、帰省している、ガチャガチャ、賑やかなところに毎日リモートで参加してるってことそう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 、リモートで参加してる、ね。そうだよね。ボタンさん基本的にリモート帰省なんだよね、実家。そうそうそう。リモート実家だからな。常に、常に、ね。はい。うん。ねえ。ああ、大勢今日来てくださってますね。本当で。ありがとうございますね。もうみんなほら仕事も、うん、もう収めたでしょ。そうですね。でも今日は収めたんじゃない？あの、まあ、昨日はね、なんか、ばらつきがあったみたいですね。うん、収めてた人だ。うんね、納めてない人がいましたけどね、うん、そこはいわゆるほら御用納めってのはさ昔は、うん、からは28日って相場決まってるんだけど、うん、今はねそれはあの役所が基準になってるんでしょきっとあれ御用納めっていうんだからそう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 御用です ね、でも今一般の企業はそうは言ってられないし、うん、仕事によっちゃその正月分休みなんかあるがバカ野郎みたいな人もいるでしょうからな、うん、そうですね、うんそうそう、仕事によってはもう、むしろ忙しいんだっていう人もね。そうだよね。まあ、さすがに大概の方は今日あたりから、まあ、そうですね、今日納めた人はほっとしてんじゃねえかな、だから。うん、はぁ、あ、なんつってね。ビールもまた格別にうまいんじゃないかと思いますがね。ちょうどそういう雰囲気に合う番組だと思いますよ。あの、そうそう、一生懸命やらないからね。なんていう例えばレコード大賞とか張り切ってるわけじゃないですか。そうなのよ。いや、これからだって、これから正月かけて、みんなもう調子の上がった番組ばっかりですよ。そうですよ。うん。調子を上げないのが、この、ね、クラブハウスのいいとこですから。そうです。うん。だから、落ち着きたい人はぜひね、お付き合いください。うん、もうそろそろ、年末中だもんね、年末特番だろうね、テレビはね。そうでしょうね。てか、この、見てない二人で言うのおかしくないですか？そうなの。想像で言ってるだけだから。そうそう、想像。最後に見た、結構最後に見た年末、あ、私、おととし、紅白歌合戦を見た後、そのままなんか、さだまさしさんが出る番組がついてて、ああ、やるよね。で、一期一会が出てきて、すごいびっくりしました。うん。おととし、だから2019年の、うん。池谷さんはね、佐田さんとほら。ね、お親しい。うん、親しいから。よく、うん、あの、引っ張り出されてますよね。あでも NHK だと、うん、なんかもう、なんかなんだっけな、5分しか時間ないとか、30秒で髪切れとか、そうそうそういろんなことを言っててね。なんか、すごいびっくり。友達のうちで、なんか、年越しそばを食べてたんですよ。うん。普通に、まだコロナ前か。コロナ前か。うんやっぱ19年か19年のあれ終わりかなうん、なんかこう、うん、でみんなであの紅白見ていやー知らない人たちばっかりだねとかって言ってこう、うん、みんなでワイワイ食べててでまあ12時も過ぎたら帰るかなんつったら一気に師匠が出てきてうーみたいな今は、うん、今は違うと思うんだけど、うん、さ今日今年もどうなんだろう佐田さんってさ、はい、あの大晦日にコンサートをやってんだよね、うん
今年も確かそうだと思う。だからコンサート会場から紅白に出るんだと思うんですよ。うん、なんか多分そんな感じですよね。そう。それで終わったらそのまんま、あの、生さだ、うん、うん、そうそう、生さだ。突入して、で、同時に文化放送でラジオもやってんですよ、あの人ね。じゃあもう一石三鳥みたいな感じなんですか？そう、なんかめちゃくちゃなんですよ。それで、なんかそん、うん。これ撮りながらなんか YouTube ライブやるとか。あ、そうそうそう。それに、まあ、似てるって言えば似てるなんかもないけど、ちょっとレベルが違う感じがするけど、あの、だけど、そう、それでね、うんうん、なんか何年か前か一気屋さんね、うん、なんか、その、さださんのコンサートの中で芝浜やらされたっつってたよ、国技館で。すごいですね。そうそう、うん、なんと パートの一部になるわけじゃないですか。パートの一部でやるような、そうだね。まあ多分すごい短くやったんだと思うんだけどね。うん、そんなだって30分も40分もさださんのコンサートで楽屋やったら怒られちゃうからさ。それはそうですよ。みんなさださん気に入って、うん。そうだよね。だからなんかどう、なんかでも池谷さんよく見ますね。で僕も結構、まあ、紅白を見てるような見てないような感じで見てるんですよ。大体大晦日は、はい、そんな一生懸命は見てないんだけど、でそれが正しい見方じゃないですか。そうなのかな。見てないような、うん、みたいなね、うん、なんかかかってて他のことしてるっていう感じかな、うんうん、でなんか行く年来る年を見てね、うんうん、これで終わったらなんか何するんだっけな、いつも。あ、佐田さんのやつもちょっと見るかな。うんうんうん、まあなんかそれ年末って感じですよね。そうだよね。あとそれは、うん、それと並行に全然違うことをなんかパソコンの前でやってるみたいな感じかな。はい、うん、あとお年玉作ってないんですよ今年まだ。あら、もうやらないと、うん、やんないとね、いくらなんでも明日やりますよ、うん、私はお年玉は、ね、うん、まあ診察をね用意する、うん、ね、あのでもあいつは診察をなんか100枚単位でまとめてやる、うん、そうそう、いい考え。そう、今年の分はあるんだけど。あ、じゃあいいじゃないですか。まだ全然、うん、いや、あの折りたたんでないからさ。そうですね。今年はなんだっていうの、あの、流暢さんのブログによると前座さんと林さんで41名いるそうですよ。けど辞めちゃった子がいるから。あ、そうなの。うん、あ、そう、じゃあ41はいないのね。うん、多分40じゃないかな。40、あ、そうですか。でもそういうのもさ、いざと、うん、いざ支度するときにならないと数えないからさ。そう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 。で、あと、うん、あの、うっかり見習いを連れてきてる人とかもいるかもしれないし。あ、そう、それはね、それはあの数の他に結構用意するんですよ、僕も。誰にやかわかんないからね。あと、師匠の、あの、師匠のひ孫さんとか、うん。とかもありますんで、これはね、うん、会ったら渡すようにしてるんですけど、会わない場合は置いてこないようにはまあしてますね。まあそうだよね。本当はさ、うん、お年玉ってさ、会った人が直接手渡しするのが筋だと僕も思う。うん、だから前座さんの分さ、まとめてなんかガバッと置く習慣になっちゃってるじゃん、うん、今。いや、でも面倒くさい。渡してます。うん、私も渡してるんですよ。だから会わないで、渡せない人がいたり、夏頃、お盆ぐらいにようやくお年玉って渡す人もいるし。そうですね。うん、それはふざけてていいじゃないですか。なんかね、うん、会ったら渡すってことにしてれば、会わなきゃ渡さないわけだからさ。本当。うん。うん、まあ、こっちそういう。もなんか出させてもらうから、またそこでずれてとかね。で、あと、うん、まだ二神かな、二神も。どっか、ね、出るときに、うん、渡す感じですね。ボタンさんの時間はさ、2時台だったよね、浅草の。そう、2時43分。そうすると、昼の前座さんと夜の前座さんの交代時期だよね。そうなんで、両方にね、会えるんですよね。うん。うん、僕はね、3時なんでね、なんかギリギリなんだよな。なんか昼の子が帰っちゃった後ぐらいに楽屋入りしたりするから、結構渡しそびれちゃったりするんだよね。逃げるように帰りますからね、疲れて。そうそう。だって多すぎちゃってわけわかんないもんね、あれ。わかんないです。そうなんだよね。でもあれかな、やっぱりコロナだから少し前座さんも、なんだろう、全員はいないようにしたりしてんじゃないのかな、今年は。ねえ、本当ですね。どうする、うん、
やっぱり楽屋をそういう風にしないっていう方針はずっと変わらないからね。ねえ。どういうことになるのかな。それで、このクレー来て、ほら、なんか、また騒ぎが大きくなりそうな雰囲気じゃないの。ねえ、少しずつまた増えてきちゃってさ。そうするとまた寄席の、なんだ、入りがね、ちょっと心配ですわな。そうですね、オミクロンのね。ねえ、なんかね、ちょっと、そういうさ、別に、すごく増えなくてもさ、なんか増え始めましたみたいな、こう、気配がさ、人の出足を悪くするじゃないですか。そう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 。あとやっぱり高齢者の方もね、落語ファンの方多いですからね。そうなんだ。で、正月に必ず、初席行こうみたいな方は結構年笠の人が多くてね。そうそうそう。初詣のついでにとかさ。そうそうそう。ねえ。だって、初席毎年欠かさず行くんですっていう小学3年生はちょっと気持ち悪いもんね、それはそれで、ね。なかなかいない。まだ10年も生きてねえのにみたいなね。ねえ。でもまあどっちにしてもお正月は大事な区切りですからな、我々にとっちゃね。ねえ、何事も。蹴り出したい。無事にね。ね、まあお客さんの中にも初席おいでになったことがあるかないか、まあ、僕はね、毎年来なくてもいいかなって思ってるんですよね、初席って。ただ落語好きで寄せ起こしになってるんであれば、一遍ぐらいは初席のめちゃくちゃなこう、なんていうか、にぎわいというか、まあにぎわってないかもしれないけど、来年はね。だけど、はい、なんていうのかな、こうどがちゃかな感じっていうの、我々がなんか5、6分で交代してね、で中にはちょっと一杯引っ掛けてる人もいるみたいなのはお正月だけだからね。そうですね。ぜひそれはちょっと空気を吸ってもらいたいなとは思いますがね。そんななんかこう真剣に見るっていうよりはね、雰囲気ですよね。そう。もう正月来たなっていう、正月にしかない風景があるからね、寄席にもね。ね、ありますね。それを一遍はこう感じ取ってもらいたいですな。で、あいつは何日でしたっけ、8席は。私は1、5、6です。あ、1、5、6。あ、じゃあ5日に来れば私も三之助さんを見れるってこと。2、4、5かな。あ、本当？はい。ああ。じゃあ5日には会えるね、多分ね。時間的にはね。はい、まあでも、その前に、ね、3日にまた我が家から、お正月、あ、そうだった。忘れつつ、今日俺なんか最近物忘れが激しいな、なんかな。1月の3日が、またこちらのクラブハウスなんですが、はい、またボタンさんちでやろうって話がまとまりましてね。はい。うん。お正月中。困ったもんですよ。私がなんかこう、息癖がついちゃってね。お正月中。自分ちよりも居心地がいいもんだからさ。Wi-Fi の速度が確保できたっていうのは多分大きいと思いますね。あ、Wi-Fi ね。Wi-Fi が早いっていうのはね。寄り付きもしないと思います。いやいや、変えがたいね、やっぱり Wi-Fi のスピードはね。いや、だけどさ、はい、いつもさ、ガタついててさ、この間も言ったけどさ、ね、非常にこう、モデルルームみたいなところ、また来週なのかも。来週の、また YouTube ライブでもやるでしょうから、ぜひ今聞いてる方もね、見ていただきたいなと思いますけどね。いやー。あ、これ今、見ましたけど、ツイッターの方に、三之助兄さんとケロヨンさんが同じ、あれですね、何、ヘッドホンですね。あ、そうそう。色かぶりね。これ、かわいくていいよ、かわいくて。でもワンポイントだからね。まあ、黒とかがやっぱり一番売れてるんだと思うんだ。黒に、シルバー。当たり前すぎてね、せっかくこういうものを買うんだったらね、緑とかブルーとか、5色あるんじゃなかったかな、確かな。多分赤が一番ね、手に入りやすいとは思いますよ。赤が一番安かったもん。いろいろ探したけど。
値段まで変わっちゃうんですか？変わるね。やっぱりそうだ、人気でさ、やっぱ手に入りにくいものは値下げしづらいじゃない？そっかそっか。まあもともとアップルのものはあんまり値下げをしないんだけど、そうですね。その中でもね、この赤が一番安く買えるということが判明して、うん、まあもともと赤欲しかったからさ、うんうんうん、それで買ったんですよ。うん。うん。うん、あ、そうそう、2日は、あ、3日はあれですか？ひでこさん出演かなうのかしら。はい、とか、うん、そ、あ、そしたらでもこのクラブハウスで兄さんのクラブハウスを生かしてやらないとうちから電話できないんだ。そうそう、スピーカーホン、ね、もちろん家ありますけど、うん、家電がスピーカーホンできたかどうか一回もやったことないんで、有線、うんうん、NTT の、そうだよね、ホテル、ちょっとあの毎日電話してんだから一度テスト運用しといた方がいいかもしれない。いやですリハーサルって言うとお母さんあれしちゃうから、別にお母さん突然で全然いいと思うんだけど、あの機材チェックだけはしといた方がいいかもしれないね。いや、じゃあなんかあの大々的にできたジャイさん あのクラブハウスのルームを使ってで、うん、それ配信しましょう、来週あの3日は。うん、で、そうね、私の方は、母との通話料、通話用っていうことで。うん、そうだね。それでうまくいくといいね。だから、一応俺もなんか別、これ、あれなんだよな、アカウントがあれなんだよね。うん、難しいね。なんとか考えます。やっぱりさ、一つしか入ってないと不安定だって、で、ちょっと問題があるから、ちょっとす、3日までに考えとくわ。はい、お願いします。確実な方法ね。すいません。うん、はい。うん、いや、まあ、クレアね、だからそんなわけで、私はのんびり割としちゃってるんですけど、いや、あなたはあれですか、じゃあ、その、今、噂に出た、ひでこさんは、どんな年末を送ってらっしゃるんだろうね。はい、はい、今週のひでこのコーナーでございます。はい、ひでこのコーナーでございます。お待ちかね。今週もですね、まあ、今週はね、なんかひでこというより、基本的に全員でしたね。はい、全員、近だけ全員ってことですか？全員ですね。もう順位はつけられないんですけど、うん、でも、ひでこからちょっと行きたいと思います。ひでこと孝太郎ですね。これも、2人ペアの出来事です。孝太郎さんは、あんまりランク付けの番組には出演しないって聞いたけどね。そうなんですよ。もうそういう次元、ね、ないので、孝太郎は。そう、郷ひろみと同じで。あんまり、ランク付けされるのは好きじゃないって言ってましたよね。孝太郎とひでこはですね、今週、何か、イギリスの、刑事ね、名前忘れたんですけど、刑事の名前は忘れましたけど、私が見てない、の刑事ドラマに、バカハマりした。うん、そのドラマ。刑事っていうとコロンボぐらいしかわかんないんだけどね。そう、私なんかね、コロンボとか、モースとか、ね、うん、バーランダーとかね、とか。バーランダー、そんなのあるんだ。バーランダー、あとね、主任刑事、アラン・バンクスとかね、いろいろあるんですけど、うん、まあ、イギリスの刑事ドラマにハマって、で、どうも母親のには、なんか、ワウワウか、何か、まあ、有料チャンネルですね。ネットフリックスか、それから、あと、アマプラか、何か。わ、うん、まあ、かんないです。彼らが言うには、ちょっと有料の何らかしら。サブスクなのか、うん、有料チャンネル、なんかこう CS とチャンネルなのか、それすらも定かではないんだけど、うんうんうん、ところでお金を払えば、何か契約すればそのドラマの続編が見られるっていうことをしきりに言ってるんですよ。うんうん、で、お母さんもお父さんもそのドラマすごい好きだから、うん、お父さんがね、こうやって言ったのよ。ブックオフに行けば DVD が売っているんじゃないか。うん。昭和の人の発想だね。そう。でもすごいびっくりして、うん、って思って、もうなんて返したらいいのか、ものすごい難しい問題だと思った。うん、うん、無料のとこまでは見たってこと？そう、多分ね、あれですね、BS11 とか、例えばその、うんうんうん、ああいうところでやってる、なんかシーズン1とかシーズン2は見たんだと思うんですよ。うんうんうん、で、どうしても そこから先は、おわしがいるのね。そう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 。そうか。で、それで。まあ、DVD ね、わかる、気持ちわかるけどね。もう、インターネット、そもそもインターネット環境がないんですよ、我が家は。う
うんうんうん。ね、それで、で、なんで、え、なんで DVD ないのってか、いや、もうわかんない。アメリカ資本の、まあ、例えばその、セックス&ザ・シティだったりとか、なんかフレンズだったりとか、うん、たものは、その後、なんか人気で DVD 化されて、それがブックオフで、ね、あの、叩き売りされてるっていうことはある。うんまあ、いくつかの、あの、私も好きな、なんか、例えば、キャッスルとか、その、ミステリー作家が、その、事件を解決していくみたいなやつとかは、結構もう DVD やブックオフに出てるんですよ。だけど、ちょっと、イギリスの、そのドラマは、出てないんじゃないかって言って。でも、なんか言われたら、でもあるかもしれないっていう気すら今してきたんですよね。まあね、まずさ、だから、アマゾンでググって、アマゾンでググるっておかしいか。アマゾンで検索してみて、まず DVD 化されてるかどうかを確認するべきだよね。そうしましょう。うん。で、されてれば、まあ、ブックオフとかに、うん、まあ、新品買う気はないってことだよね、お父さんと。そうそう、そう見られる。1円でも安くっていうね。そう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 。そういう、あの。ちなみに DVD の再生機があるので見られます。うんうんうん。なるほどね。まあ、DVD が一番楽だもんね。そうそうそう。あの、なんだかんだね。うん、だからうちの師匠なんかもさ、なんかちょっといろいろ見るの好きだから、ちょっと進めようかなと思ってやめたんだけど、やっぱり配信はさ、師匠には難しいからさ。そうなんですよ。うん。で、下手にさ、配信を与えちゃったらもうさ、なんか、あの配信猿と一緒で、もうずっと見てると思うんだよね。そうそうそう。動画配信になっちゃう可能性があるから。そうそう。免疫あのなんあり。見たいとき見られるっていうのはね、なかなか やばいっすよ、あれは。あの、なんていうか、ちゃんと自制心のある人しか、やっぱやっちゃいけないと思うんですよね。うん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 。それで言ってさ、あの配信系はさ、あの、うん、なんていうの、配信期間が決まってるんだよね。そう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 。だからいつでも見られると言いながら、今のうち見とかないと来月には見らんなくなっちゃうかもしれないっていうこともあるでしょ。あとなんていうか、急かされちゃうっていうかね、ますますそれがこう特性があるっていうか。そうなの。それで DVD 世代のおっさんはさ、あの、うん、ネットフリックスは録画できねえのかっていう質問をさ、朝の4時ぐらいに電話してきたりするわけですよ。それは誰ですか、具体的に。まあ、郡山武蔵っていうおじいちゃんがいるんですけど。やはりね。まあ、夜中の、朝方に、ネットフリックスってのはどうやって録画すんだみたいなことを、もし、ネットフリックスを与えちゃうとね。ありますね。絶対してくるんですよ。そうです。だからそういうものも避けたかったので、いわゆる師匠には配信の、なんていうの、映画好きだけどさ、そういうの見せないっていうか、はい、あることをあまりちゃんと言わないで、今日まで来ましたね。すごいわかります。大丈夫です。うん、僕に言ったら、大体だと思います。うん。で、孝太郎さんもあまり、だから配信系は知らない方がいいんだよね。そうなんです、そうなんです。うん、っていうことが。DVD ね。秀子と孝太郎の意見でした。うん、で、次は、ね、めいっ子、下のめいの方ですね。下のさっちゃん、うん、ちゃんが実家に来て、ディズニーランドの写真を、その、秀子と見てた。で、秀子は、さっちゃん、ね、ディズニーランドまた行きたいよねって言ったら、ディズニーランドより、千住に行きたい。この千住っていうのは、焼肉屋の名前なんですよ。うん、千住。あの、千のことぶき。そう、扇のことぶき。扇のことぶきの千住。千住行きたいっていうことを家族を震撼させたんですよ。子供だからきっとディズニーランドまた行きたがってるだろうなと思って話を振ったのに、そのディズニーランドより今日俺は焼肉屋に来てんだっていう。それはすごい頼もしいけどね。頼もしいです。やっぱりさ、夢よりも食欲を取るってことですよね。で、ディズニーランドのことよりも、それで千住に行きたいって言って、まあ、じゃあ、さっちゃんも、じゃあ、まあ、ね、孝太郎も焼肉好きだから、じゃあ行く、うん、って言って、その焼肉千住さんに、うん、行ってきたみたいなんです。もうそしたら、私の、うん、店長の方から、ボタンさん、うん、ご家族が来店いただきました。ありがとうございます。ご家族のご来店。もう LINE がすぐ来ましたんで。あ、そう。そうそうそう。LINE がつながってんだ、焼肉と。そうそうそう。カレンダーも出てよかったなと思ってね。
それは浜松なの？浜松の、はい。浜松の大銀にことぶきで千住さん。はい、そうです。ぜひ皆さん一度行ってみてください。なん別に案件でもないのにどうして宣伝してるのか。これが下の名で、今度上の名ですね。うん。上の名が漢字が苦手だっていう。漢字っていうかね、もう算数っていうか、あらゆる教科。うん。一般教科ですね。学校ごと苦手になってる。もう美術、書道、うん、音楽、体育、この辺はかなり優れた能力を発揮するんですけど。あ、なるほど。体育も、ピアノもすごい上手いですし、絵もすごい上手い。書道もすごい、とにかく一般教科ができないんですけど、これはいわゆる、日本語はちょっと理解、読解力がちょっと、読解力に問題があると思うんですよ。うん。この算数だから問題で出されてる意味が理解できないみたいなんで、あ、まず国語からってやつだね。そうなんです。他の教科に手をつける前に国語が分かってないんで、あらゆるあの設問に対してはっていう感じになっちゃうんですよ。うん、これ知る必要あるみたいなっていう、なんかそういう なんでこれ、え、そんなこと知らなくてよくないみたいな、そういう考えで生きてるんで、でそれで、うん、でまあ、一生懸命あのなんとか日本語がと思ったんですけど、うちの姉が相当文章が苦手な人で、本当だからもう上の名は姉のコピーみたいな、コピーロボットみたいなもんですから、ほぼ同一みたいな感じで、姉は子供会の会長さんをね、なんか、姉はね結婚してね近田じゃなくなったんで、松下さんが、のやるんだったら私副会長やるから松下さん子供会の会長やってって言って、それでまあ専業主婦だとね断れないんですよね、うん、やってるわけ、いろいろね暇でしょう的なね、そうそう、それでまあ障害がありますな、やったん、やったんだけど、子供会のお知らせで、まあ、コロナだからその総会ができませんっていうお知らせの文章が書けないっていうラインが来たんですよ、うん、どうし、総会ないよ、よろしく、これしか思い浮かばないって言われた。それ、LINE するならそれでもいいけどね。でもなんかね、文章に残すっていうね。文章がとにかく思い浮かばないんですって。だから、じゃあ私がね、うん、皆様、ね、平素は、子供会活動に、ご理解、ご協力誠にありがとうございます、ね。そうそう、そういう書き出しですよ、問題。そうそうそう、それでね、まあまあ、うん、なんか、現在の、ね、コロナの感染状況を鑑みまして、今回の。うん、もう金編にね、難しい鑑みですよ、そうそう。そうです、鑑みで。うん、子供会総会を、中止とさせていただきます。なお、活動再開。うん、いましては追ってご連絡いたしますので何卒よろしくお願い申し上げますみたいなこと書いて、うん、NHK みたいなそういうやつですよね。そうそう、そしたら、うん、ありがとうスタンプみたいな、そういう、うんうん、そういう感じ。それがそれはね、そのお姉さんはね、あの孝太郎さんの筋だね、完全に。そう、孝太郎さんは単語で喋るってことは僕はもう分かってますよ。そう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 、日本語はセンテンスになりにくいっていう報告はもう何度も受けてますからね。そう、日本語がセンテンスになってない、なんじゃないっていう片言だっていうことでしょ、つまり未だに。そうです、そうです、うん、そう、で、それがだからそれが移転するとそうなるわけですよ、うん、そうないよ、そうだよ。あなたは孝太郎さんのそういうとこはね移転せずに幸いと、そうね、それで話し家をやり、そして今日本語を教育するという勉強に取り掛かってるわけだよ。もう孝太郎さんと全く真逆の世界を生きてると言っても過言ではない、ね、ほら、でまあそれをね、遺伝をさらにその下上の名が引き継いで、もう文章はわからないし、うん、あと漢字を書くのが苦手で、うん、なんとなく書くんですよ、形、形状。こんな柄だったな、みたいなやつ。そう、柄なんですよ。で、いろいろ、まあ、適当に書くから、漢字のテストで丸になるわけないじゃないですか。うんうんうん。で、3文字の漢字とか、いろいろ、なんか、あったわけですよ。米俵。米俵なんて書かされたかな、米俵。米俵。うん。見たこともないのに、子供。ないし、私だって生、それ私はこういう仕事してるからしょうがなくなんかイベントで米俵担がされたりとか、ね、うん、見せられたりとかするの、こういう仕事してるからで、普通に生活してたら米俵なんか見ませんよ。そうですよ、サンダルぼっちですよ。そう、ね、それでその米俵っていう漢字がまあ書けなかったっていうね、自由になんかイメージした、なんていうんですかね、笑点の大喜利で書くような漢字、創作漢字
たいなのを書いてて、で、さらに、うん、親孝行っていう3文字、親孝行、うん。そもそも親孝行が何だか知らないって言ったんです。あー、知らないんだ。親孝行っていう字を知らないんじゃなくて、親孝行って何？美味しいのそれみたいな、そういうことですね。レベルで親孝行知らないっていうか。うん。親に、親は、孝行を教えなきゃいけないわけですよ。孝行とか。もう漢字っていうよりは、国語っていうよりは、人の道を解かなきゃいけないって。そうそうそう。ボキャブラリーだけじゃないわけですよ。ただボキャブラリー。どういうことが親孝行なのかっていうね。そう。どっからみたいな。どっから教えたらいいんだか分かんない。そう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 。で、上の面はすごく優しい子だから、まあ、例えば、うん、なんか、ひで子が、あ、ちょっとばあば遠いところはしたら、うん、うん、じゃあ、荷物持っててあげるね。荷物持ってて、外で待っててあげるっていうような、荷物持ってあげるねとか、気も利くし、優しい子なんですよ。うん。で、たら、家庭科のね、なんか宿題もあるから、家の配、なんか食事の配膳だったりとか、あとお料理、うん、なんか、料理も、ひで子を手伝って、一緒に料理を覚えたりとかしたいって言って、いい子なんですよ。うん。ね、だから別に、まあ、親孝行って、ある種、まあ、親孝行なわけで。まあ、親孝行だね、今の話聞いたらね。そう。うん、そう。なんだけど、親孝行、何それみたいな感じで。うん。ここに自分が、自覚がないってことか。そうそう。なんか自分のイメージした何か適当な、なんかこう、フィーリングに合うような文字をその3つに当てはめていくわけですよ。うん。カオカオみたいな。別の科目だったら、そう、ヨーみたいな。別の科目だったら丸だったと思うんですけどね。うん。それがね、上のメイですね。あ、今そういう話聞いてもさ、じゃあどうしたらいいんだろうみたいなことを全く思い浮かばないね。思わないんですよ。本人も。いや、だってさ、どうして、自分がさ、どうして親孝行っていう言葉をかけるようになったのか知ったのかなんて、もう覚えてないしさ。そうなんですよ。うん。まあ、もういつの間にか知ってたよっていうことになっちゃうからさ。あ、まあ、本も読み、私は本好きですから、子供の頃からすごく読んでましたし、うん、まあ、あとあれです、うん。うるさい人みたいなね。うんうん。うん、まず、高校と覚えて聞かせてあげるしかないんじゃないの、ボタンさん。ああ、ね、うん、上の姉と姉は、落語、あと孝太郎はね、三人、ポカーンとするんですよ。ああ、みんなが笑ってる。みんなが笑ってたから楽しかったんだねって言った、うんうん、落語はね結局出ちゃうんだよね。それ落語を好きな方っていうのはさ、やっぱり言葉に対してのこうなんていうかな、理解力も高いしさ、うん、あと、まあ、察する力ですね。いろんな前後関係、そうですね、言葉が出てきても前後関係から努力したりですとかね、まあ、いろいろ、ひで子さんはそういうのに長けているわけでしょ、うん、そうです。母親は言語能力は、まあ、そのな、まあ、ちょっとセンテンスとしては問題ですけどね、相手が自分が言ってることと同様の情報があるという前提で話してきますから、うんうん、でも喋るのは好きだし、よく喋るし、やめ時がよく分かんないみたいな、そういう感じでしょ。あと、まあ、語彙も豊富だと思いますけど、まあ、間違えることも、まあ、ありますけど、まあ、普通、うんうんうん、まあ、人よりは読書もする方ですし、あと、まあ、あれです、うんうん、好奇心は強いですね。新しいことも、言葉を知り、うん、理解したい。うん。うん、でも、やっぱ、近田家のその、二大派閥ね。そう、二大派閥の。不自由派と、不自由派と、ここが一つ屋根の下に住んでるっていうところにですね、なかなかトラブルの種が尽きないっていう感じはしますな。わけですよ。で、うちの姉は、そのね、うん、最後ですよ、うちの姉のエピソードとしては、ね、うん、もうだから、じゃあ、なんか手書きで文字を書くことによって、うん、その上の名を、うん、漢字を覚えるんではないかと。だから、なんか、うん、手が、なんかこう、交換日記とか、なんか手紙とか、うん、なんかリアルに書くようなものをさせたらどうだって言ったら、うん、あのね字わかんないからとりあえず LINE で打って、でそれからそれを見ながらノートに書いて、うん、これじゃあ本末転倒だねって姉が言ったんですよ、うん、本末転倒知ってんだいやだけど
なんか、ね、立派なもんだよ。いや、私でもその本末転倒の使い方として正しいのかちょっとおかしくないですか。まあまあ、ちょっと違うけどね。そうでしょ、そうなんですよ。あの、ものすごく違う。でもまあ、成功うどくだねって言われるよりはまあいいかなって感じはするけど。まあまあ、ものすごく言ってるわけじゃないんだけど、なんか、本末転倒ともちょっとなんか違うんじゃないかな、それっていう。まあそうだね。うん。それがね、姉のその言語の不自由さを感じて面白かったですね、今日。うん、いいね。家臣昇誕だねとかって言ってくれるやね、面白い。多分知らないと思います。そうか。もうね、あの、一日、これ一日の出来事です。いや、忙しい、それは。ええ。うん、目まぐるしくて。目まぐるしいでしょ。疲れるね。うん。疲れる。うん、でも、程よい疲れですよ。15分。ことだし。15分ね、あの、うん、電話だけで、これだけの情報量ですよ。ちょっとトピックがね、濃いよね、やっぱ地下だけはね。そうなんです。まあ、まず、ほら、今、役者が揃っちゃってるから。そうなんですよ。何しろ。両派閥の巨頭が毎日二人で、ひそやかに暮らしていたのがさ。そう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 。両方の遺伝子を持って中で突然変異しちゃったみたいな人たちが今、地下だけに集結してるわけですから。そうそうなんです。それは何か起こらないわけはないってやつですな。まあリモートぐらいがちょうどいいですよ、それはね。そうなんです。疲れちゃうと思うよ、そこにずっといたら。そうなんですよ。すごい状況なんですよ。ねえ、このままそのメンバーで年を越していくってことでしょ、つまり。ね、今日の夜一旦帰ったみたいです。あ、そうなの。はい。でまたね、元日の午後に来るっつってました。あ、そうですか。あ、じゃあ年越しはしないんだ。年越しはなんか自分家で。で、元日、ね、あの義理の兄の実家の方に寄ってからうちに来るということらしいです、うんうん、平和なお正月になるといいですね。そうそうそう、だからそんなわけはないけどね、また来週もう3日の会にはまたね、とんでもないことが起こるんですよ、きっと近だけには。そうなんですよ、うんね、怪我をしない程度に盛り上がってもらいたいと思うばかりでございます、ね、ありがとうございます。怪我はいけませんよ、さすがにね。そうそうそう。怪我とか喧嘩とかね。まあ喧嘩ね、子供たちはまあしてますけどもね、まあそれは、うんうんうん、まあ子供ですから別にその辺はですけどね、うちの姉と父親とかが喧嘩するとね、大変ですからね。うん、それは恐ろしいですから。そうですよ。正月は喧嘩しちゃいけませんから。あ、なんていうかね、語彙力が乏しい喧嘩だからね。ああ、単語をあの石ころのようにぶつけ合うだけの喧嘩ってことでしょ。そうそうそう、あのあれ、ね、はんにゃ、なんかゲドーンみたいな。はんにゃ、そう。あ、青に。うん。岡倉の面尽くしで喧嘩する。そうそう。なぜなんで面でおめんちお前んちは面しかねえのかっていう。はい。いいよね、うん、いやでも正月も何かあるでしょうきっとね、そのために集まるようなもんですから、ね、頑張っていただきたいと思いますな。そう、静江さんは、静江さんはね、静江さんピーマンをやっと食べ終わりまして、すごかったですね、頑張りましたね。昨日ちょっと買い物に出てさ、ピーマン、はい、なんか野菜裏ピーマン、ピーマン見たら気持ち悪くなっちゃってさ。さすがに食べ過ぎたね。でもまあ、うん、好きなんでね。まあ、もう今年はピーマン食べなくていいなっていう感じで。まあ、お正月もあんまりピーマン食べるようはないですよね、基本的にはね。そうです。おせちにピーマン入らないし。そう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 。おせちもいいけど、肉詰めもねっていう、そういうのも聞いたことないし。ない。ね、おせちもいい、何でしたっけ、ね、おせちもいいけど何でしたっけ、あ、それは。カレーじゃないの？カレーでしたっけ？うん、あれ、くくれカレーだかの宣伝でしょ？おせちもいいけど、カレーもねっていうやつは。うん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 。うん。ね、だからしばらくは、まあ、ピーマンはいいかなとは思いますけど、またきっと恋しくなって食べたくなるんじゃないかなと思いますがな。そうですね。うん。うん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 、あとはね、私はね、今週はまあ基本的には正月の
準備と大掃除っていう、いつもより丁寧にうちを掃除できてるような気もするんだけど、まあギリギリまで、私大体もう、紅白見ながらまだ大掃除してるみたいなところがあるんで、それで元日はさすがにほぼ掃除しないんだけど、2日からまたちょぼちょぼ続きを始めたりとかするっていう感じでね、やってんですけど、まあそういう意味ではあれなんですけどね、まあ暮れだからお餅を買いに行ったりね、あら、それからまあ、だなんかね、お餅買うとこと、正月のお雑煮のお肉買ったりするとか、毎年ね、決まってるところから買うんです。はい、ああ、はいはいはい。以前の付き合いでね、はいはい、わざわざ世田谷の方まで行って買いに行くんですよ、うちから。うん、うん。で、私がお世話になってる飲食店もあるもんだから、肉を受け取り、餅を受け取り、そこで、お店で一杯飲んで帰るっていうのが、まあ、これの一つの行事でもあるんですけど。ねえ、うん。でね、今年はね、まあそこで飲んで帰ってくるのはいいんですけど、うん、ちょっと帰り、せっかく飲んだっていうのもあるし、ちょっとなんか歩いて帰る、少し、駅までね、30分ぐらいかな、3、40分ぐらい歩いて駅に行って、はい、そっから帰ろうかなっていうんで歩いてたんですよ。ほう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 。でね、まあちょっと、なんていうのかな、通り慣れた道じゃなくて、歩き慣れた道じゃなくて、ちょっと、Google マップかなんかで、ちょっと変わった歩いたことないとこ歩いて帰ろうと思って、歩いてたんです。ほうほうほう。そう、景色もあるしさ、世田谷にこんなに畑があるのかよなんて思いながら、歩いてて楽しかったんですけど、うん、で、Google マップ見ながらだから時々、スマホを手に取っちゃ、ポケットへしまい、また出してしまうみたいなことで歩いてたんですが、ある大井町線の駅に着きましてね、それで、ホームまで入ったんですよ、改札取って。そしたらね、パッて見たら、あれ携帯がないなって。さっきまで、道を、見るのに使ってた携帯がないなと。うん。私、携帯、二つ三つ持って歩いてるもんですから、そのうちの一個、アンドロイドの携帯がないなと思ってさ、はい、あれどこ行っちゃったんだろうと思って。うん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 、あれ出したり入れたりしてたから、あれどっかへ落っことした。だって、駅の直前に一回見てるからな、うん、あれと思って、どこ行っちゃった、まあ、カバンかもしれないから、カバンの中もざーっと探して、うんうん。ないな。やっぱ落としたんだ、うん、駅の近くで、と思って、すぐに改札を出て、でパーって外出たんですよ。うん。ほいでね、ないからさ、それ近所の通ってきた道をまあ逆走してね、うん、ない、落ちてないかなと思ってもないんですよ。うん、でも今ほら、携帯って便利で探せたりするじゃないですか。はい、はい、はいはい。うん。で、Android の携帯なんだけど、iPhone から探せるんですよ。はい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 。探せるで、GPS 使って探したら、もう目と鼻の先にあるんですよ。目と鼻の先。うん、つまり私が立っている近所にその携帯の反応があるんです。だからやっぱり落としたんだどっかにと思って。それで探そうと思ってね。多分夜だったから、うん、ちょっと暗いから見落としたんだろうなと思って。それで今はそういう携帯に音を出すって機能があるんですよ。はあ、それオフにしてあってもってこと？そうそう、音が出るのよ。すごい。うん。それで音を出す機能があるから、じゃあこの音を頼りに、やろうと。それで音を出して。うん。で、結構大きい音出るんです。うん、うん、うん。これで、あれ？音してるな、うん、あ、音してるよ。どこだ、どこだ？あ、音、うん、どっちだ？右？あれ？右の方だな。ああ、こっちだ、こっちだ。つって、うん、ずーって音に惹かれて歩いていったら、うん。私、交番に入っちゃったんですよ。はあ！うん。駅前に交番がありましてね。うん。それでそこで僕の携帯が鳴っているんですよ。はあ、ということは？おまわりさんの机の上で。あ？うん。だからね、多分直前に誰かが拾ってくれて、うん、で、交番に届けてくれて、まあおまわりさんが拾ったのかもわからないけど、うんうん、とにかく、まあ、今話した話って5分ぐらいの話なんで、うん、その私がないって気がついてから交番に飛び込むまでね。いましたね、ほんとね、5分ぐらいの話。うん、はい、
そう。それで、着いたらさ、うん、私の携帯があるんですよ、そこに。つまり、音も鳴ってるし。それで、おまわりさんもなんか書類を書いてたわけね。いわゆる習得物かなんかのその書類があるんでしょ、きっと。で、書いてるところの脇に私の携帯が置いてあって、けたたましくそれが鳴ってるっていう。そういうことがあって。それで、おまわりさん、それ私のですっつって、ああ、そうですか、みたいになって。これで、最初に言われたのは、すいませんけど、この音をとにかくうるさいんで消してもらえませんかって言われたんですよ。すごい音で鳴ってるからね。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。こうすれば消えますって消して。それで、今これこれこういうわけで私落としちゃったと思うんですいません、なんつってさ。ああ、そうですか、よかった、みたいな感じにはなったんですけど、これ、ほら、なんとなくね、そのぐらいのタイミングだとね、あ、じゃあ、まあ、確かにあなたのでしょうから、どうぞ、じゃあ持ってってください、みたいなことになるんじゃないかと僕は思ってたんですよ。でも、それはそうでなくて、取り調べが始まっちゃったんですよ。なんかね、どういう、落とした、だから、目の前に私の携帯があるのにもかかわらず、私がその、自分で鳴らした音を消したにもかかわらずですよ、すごいマニュアル的に、あなたが落とした携帯は何色でしたか、みたいなね。そういう尋問が始まるわけ。めんどくせえな、これな、と思ってね。でも、返してもらわなきゃしょうがねえからさ。で、向こうも仕事だからやってんだろうなと思って、しばらくそれに付き合ったんですよ、全部ね。特徴を言って、機種がこうで。それで、携帯会社はどこですかとかっていうわけ。はだけどさ、これも今考えたらさ、あんまり今時のことじゃないんですよね。今、携帯ってさ、いろんな会社のがあるじゃない。ドコモと au とソフトバンクだけじゃないんですよね。そして、私の携帯はそういうなんとかショップで買ったものではないですよ。だから au、電波は確かに au のを使ってますけど、はい、au であり、ポボっていうそのキャリアの名前でね、安いやつですよ。そんなこと、まあ、そんなもめちゃくちゃ今いろんなのあってさ、おまわりさんだって分かってないけど聞いてるわけじゃないですか。はい。でも、その、説明したんですか？これは電波は au ですがって言って。いやいや、でも通じないと思ったから au ですって言ったんですよ。ほうほうほう。だから、何のために聞くのかがもはや分からないわけ。確かに。au って言われたってさ、どこにもその電話に au って書いてないんだから。はい、まずなんかもうね、だけど、電気入れたら au ってこうバーンって出るわけじゃないですから。そう、出ないんですよ。Google って出ちゃうんですから、僕の携帯はね。それだから、まあ、そういう前時代的な、まあ、やり方っていうか、マニュアルがあって、まあ、順番に聞いていくんでしょうな。まあ、しょうがねえかと、それもまあ、まあ、返してもらうためにはしょうがないと思って。それで、聞いてたんですよ。で、全部答えて、書類も書いて、はい、まあ、書類も書かないとね、さすがに、まあ、今拾って俺のだっつっても、はい、どうぞって渡すわけにも向こうにはいかねえんだろうなと思って、それで書類も全部名前も書いて、それで電話番号とかそんなも書いて、それで書類全部書き終わったんですよ。それで、これ、確かにあなたのですか？いや、僕のですよ。だって、ほら、指紋認証で、開きますからっつって目の前で指紋認証ピッてやって、それでロックを解除したりとかして見せてるわけ。へえ。だけどもなんかダメなんですよ。ダメっていうのは結局私ちょっと買い物に出てちょっと飲んで帰ってこようぐらいの感じだったんで、身分証明書を持ってなかった。ああ、はあはあはあ、確かに。そう。だけど身分証明書なんかよりさ、指紋で開いちゃうとかさ、遠隔操作で音が鳴らせるとか、そっちの方がセキュリティ高いじゃないですか。どう考えたって。はい、はい。でも結局、その目の前で拾われた携帯を私はその日に持って帰ることはできなくて。また身分証を後からって。そう。翌日ね、本署の、玉川警察署の方へ、免許証持って、取りに行ったの、もう一回。ああ。だけど、やっぱり昨日の今日なんで、
なんかもう暮れなんでねとかって、なんか変なこと言うわけよ。なんかすぐに明日取りに来てもすぐにその本所の方にあるかどうかとか、向こうにもあんまり人がいないし、確かにこの携帯が私のもんだって証明できる、なんとかぐじぐじと言ってんですよ、全然。はぁ、あ、はぁ、あ。で、返してくれんですか、くれないんですかみたいな話になってさ。はぁ、あ、はぁ、あ。いや、多分明日大丈夫だと思うんですけど、なんつって。はぁ、あ。いるわけよ。うん。でまあ、私もそんなにね、2代目の携帯だから、そんなに、可及的速やかにっていうわけではないんだけど、まあでも、暮れだからさ、早めに返してほしいじゃないですか。うん。それでまあ、翌日持ってね、一応電話をかけて、向こうへ。うん。ありますか？届いてますかっていう。そしたらね、またね、向こう、とか、まず電話でね、携帯会社はどこですかって聞くんですよ。うん。うん、まためんどくさいことになる。だから au に見えても au で買ったんじゃなくて、電波は au だけどポボですみたいな、そういうことをさ、また電話で言わなきゃいけねえのかよっていうさ。うん。うん、で、結局警察署ついても聞かれたんですよ、同じ。うん。だから、なんかどうやら携帯電話の特徴とか色とかっていうよりも、うん、どこのキャリアを使ってるかっていうのに警察は興味があるらしい。うん、他のことはほとんど聞かれないんですよ。うん、だって、だから、機種がピクセル6でって言っても、うん、そんなのに全然興味ないんですよ。うん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 、色が黒で、ちょっと長っぽそくて結構大きめの携帯でピクセル6プロって言うんですよって言うと、ああ、エクセルですかとかって、もう全然、うん、興味がないわけ。うん、普通だって、機種が一番大事じゃないですか、そのものっていうのが分かるの。うんはいはいはい、iPhone ね、うん、そうなの、はい、だけどとにかく、どこの携帯会社なのかっていうことを全員が聞くんですよ。はあ、興味深いですね。ちょっとなんか今日警察関係の方聞いてらっしゃらないですかね。なんかそのなんかぽい何か、うん、こう我々には見えない何か必要な何かがあるんですか。今日3人いらっしゃってますけどね、うん、ハッシュタグ3個、欲しい、うん、これソフトバンクだとなんか返してくれないとかそういうことあんのかな。ちょっとなんか、ドコモだとなんか、有無を言わさず返すとかさ。ね、もうなんか、ね、うん。au だととぼけるとかさ、そういうのはあんのかな。うん、なんかちょっとね、あれ皆さんなんかちょっと、あれさ、Facebook とか、他の何らかしら、あらゆる SNS でちょっとなんかこの謎について、ちょっと警察関係の人に聞いてみたいですね。そうなんだよね。うん。難しいのすごい。大変でしたね。うん、ケロヨンさんはその場で返してもらえたみたいね。そういうこともあった時に。持ってたのからかな、うん、なんだろう。身分証いや、だってさ、落としたてのほやほやじゃないですか、言ってしまえば。そうそうそう、うん、まだほら、なんかほこほこ煙が出てて、落としたよっていう感じになってるじゃないですか、こっちも。うん、で、ピコピコ音鳴らしたりとかして、うん、それで目の前で、ね、なんていうの？指紋認証解除してとかして、ほやほやじゃないですか、なんとなく。うん。うん、それをね、なんかこうね、ねおりはほりね、なんか聞かれてね、で、聞かれた挙句返してもらえないっていうのはね、うん、とても辛かったですよね。何台持ってるのが不審に思われたんじゃないですか。なのかな、うん、もしかしたら、この、オレオレ詐欺の。携帯、うん。父役。まあね。ね。まあでもほら、書類とか書いた時点で全部調べられちゃうんでしょうからね。うんうん、そういうのは。書類書くの好きなんだよね、おまわりさんって。実はね。聞かれませんでした？お仕事は何なさってますか？あ、お仕事はね、聞かれなかった。え？うん。え？意外。お仕事聞かれなかったよ。お仕事聞かれないんですか？うん、聞かれなかった。聞くの、それも、やっぱり。いや、なんか俺あんまりお仕事聞かれたことないな、警察で。酔っ払って、酔っ払って友達と喋ってると聞かれたことあります。お仕事の。それ職務質問でしょ、あなた。職務質問とね、落とし物を一緒にしちゃ困るよ。私が落ちてたんで、私自体が落ちてたんですよ、道端に。あ、そうか。じゃあ、あなたはどこのキャリアですかって聞かれたんだよ。だからそうそうそう。で、落語協会。ですか、どこもですかっていう。落語協会っていうキャリア
ですっていう。そうそうそう。いい元凶だったらもう返してもらえないですよ。そういうキャリアです。豚箱行き、豚箱行き。そういうなんかね、そういう感じでしたね。うん、まあまあまあ、でもまあ、あったじゃないですかね。ちょっと、災難です。でもね、次、まあ、次の日、とにかく帰ってきたんだけどね。うん。うん、またこれもね。落とし物がね、最近多いんですよ、私。ダメかね、もう。ヤギ山回っちゃったかな。いや、まあ、あれだけの荷物見たら、それは一つぐらい落としても致し方ないと思います。実際に。そうでしょ。久しぶりに3つ。片付けるの大変なんだからね、はい。久しぶりに3つしっかり見ましたから、はい。そうそう。だボタンさんちの機材をほら、ちゃんと収納して帰るときも指差し確認してたもんね。そう、指差し確認です、これから。うん、よーし、つってね、うん。そうそうそう。で、あとな、乗り物に乗る前に、全員確認、うん、出席確認。そうですな。うん、アニさんのガジェット、うん、ガジェットたちを確認することです。うんそうですね、はい。いるかいっていうね。そう。もう、兄さんの家族ですから。うん。保育園の遠足だと思って毎日出かけなきゃダメだね。そう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 。ね。そしたら、うん、ないように見るでしょもしも園児、うん、がね。兄さんのところは小、保育園と一緒ですから。うん。太郎くん、いるとかって、そういう感じで、常に確認するってことですね。まだ、ね、うん向こうからは日本語で話しかけてきませんから。はいはい。ね、こちらから見かけてあげなきゃいけないんですよ。うん。わかった。わかるじゃん、愛さん。いなくなって初めてわかるありがたさみたいな。そうですね。お前、俺はダメだよと、そのアンドロイドでしたっけ、ね、その au のキャラ、うんでも本当は何でしたっけ、うん、もう。本当はポボね。そうそう、ポボ知らない。ポボ2.0。うん。はい、知らないですけど。はい、うん、それだということでね、はい、そうです。だからやっぱりね、面倒くさいってことです。つまり物をなくすとね、なくさないよ、気をつけましょうね、気をつけましょう、ね、はい、じゃあ、はい、9時かも早いな、うん、2021年最後のね、話し方さん、はい、携帯を落とさないにしようっていうことでね、はい、話がまとまったところ、うん、そういう結論でした、はい、まとまりましたか、入れてありますから、はいはい、次回は皆さんの彫刻刀を出していただいて、1月3日の8時からそうです、某都内某所の近田拓からの 生配信でございますので、はい、またお楽しみにしていただければ、正月番組はみんな気合が入ってますから、はい、もう下っ端に力入っちゃって、もうなんか気持ち悪いのばっかりですから、ここへ来て、和んでいただきたいと思いますな、はいはい、はい、そんな感じでしたか、はい、はいはい、今日もまたはまた、まあ、今日もっていうかね、今年1年、ありがとうございました、うん、はい、お世話になりましたね、皆さんまた来年もよろしくお願いします、良いお年を。